佐藤澄香です。綺麗に痩せるためのファスティングプログラム、終了後本日2日目を、迎えております。変わらずですね、もう体調はもう絶好調ですね。朝から、夜までお仕事、取り組ませていただいております。で、本日からですね、もういよいよもう普段通りの、まあ、普通食にね戻っていくわけなんですけれども、例えば、本日から解禁なのは、お肉ですとか、お魚、また卵であったり、こう乳製品のような、まあ、こういった高タンパク、まあ、高脂質のですねものも、まあ、いつも通り食べて OK なわけです。ただ私はですね、本日今朝から、朝食もまだこういった高タンパク高脂質はまだいただいてないです。でも和食中心です。いつもの、美味しい和食中心を心がけておりまして、あとお昼もまあ、いつもねあんまりお昼はいただかないんですけれども、本日も、豆乳と酵素で、美味しく、いただいて終わりました。でさすがに夜ご飯はですね、夕飯は、本日はそうですね、鶏団子のような、まあ、ものベースのこうお鍋、お野菜たっぷりのこうお鍋をいただこうかなと思っております。さあ、ファスティング、終了後ですね、まあ、こうして2日目を迎えているわけなんですけれども、今回はですね、このファスティングを、したことによって、そのデトックスの効果というのを、まとめて5つ皆様にご紹介していきたいと思います。で、このデトックスすることによってですね、あなたのお体がこう痩せ体質に変わっていったりですとか、あとはそのもちろん腸内環境が良くなりますから、免疫力もこうアップしてですね、まあ、ウイルスなどにこう負けない強い体になることができますし、またこう朝から目覚めすっきりですとか、本当にね、こう疲れにくい体をこう手にすることが、まあ、できるわけなんですね。では早速今からご紹介していきます。デトックス効果、まあ、5つありますが、1つ目です。こちら腸内環境ですねがデトックスされるわけなんです。でもこちらはそのファスティング後にですね、ファスティング中に、ファスティングをしている間にもう腸がしっかり休まりますし、その間にその、まあ、排便だったりこう最後の宿便ですよね、もう全部出ますから、もう腸の中がこうピッカピカな状態なわけです。そうすることによって、そのもちろん痩せ体質にも変わっていきますし、大切なですね、こう免疫力、もう腸にこう7割あるこの免疫細胞をその元気にしていくという意味でも、この腸内環境のデトックスはとても大切です。では2つ目です。内臓脂肪がデトックスです。もちろんですね、この内臓脂肪もこうごそっとですね、まあ、燃焼されてデトックスできるんですけれども、プラスアルファの良いことはもちろん、有害物質も排泄できるということなんです。知らないうちにですね、こう食べてしまった、まあ、取り込んだこの農薬ですとか食品添加物、あとはその空気中のこう大気汚染のそういった有害物質をどうしても、脂溶性、要はこう油にこう溶け込む、まあ、性質がある関係で、そういったものも一緒に、脂肪とともに排泄できて、ますますもう体の中からこうピカピカですよね。本当にこうベターっとですね、こう張り付いてこう油とともに入り込んでしまってる、ああいうこう嫌な、まあ、有害物質が一緒にいなくなってくれるわけですから、もうどれだけお体の中がですね、もうピカピカっていうのがもうこう考えただけでもう本当にこうワクワクしますよね。もう嬉しいっていう気持ちでね、今いっぱいです。では3つ目、肝臓がデトックスです。肝臓はですね、もう日々本当によく働いてくれている臓器なんですね。普段私たちはこう食べますから、
その時にこう入ってきたような、まあ、高タンパク、高脂質、あとはまあアルコールとかですね、要はその分解する時にすごくそのエネルギーがいるわけです。でも肝臓はもうフル回転ですよね。もう24時間365日こう休みがないわけです。で、いかがでしょうか、肝臓の身になってみてください。こう自分に置き換えてみたらすごくわかると思うんですよね。休みないって辛いですよね。で、まあ、時々の休みがあるとまあ嬉しいですし、いかがですか、こう長期休暇があったらすごく嬉しくないですか。私たちも、もう休めるっていうね、はあって、ああいった状態をファスティングをすることで肝臓にもですね、与えてあげるということです。定期的にですよ、定期的にが大事です。そうすることで肝臓という臓器はもうほんとデトックス工場ですから、その普段食品をこう食べ物ですね入れて、そちらにこう忙しい肝臓が休ませてあげることで、もともと体内にあった、有害物質毒を解毒する、まあ、解毒するときにその全部使えるわけですよね。もう肝臓にとってはもう任せてっていうところだと思うんです。ですので、肝臓がデトックスすることでますます体内に溜まってしまっている、まあ、有害物質がこそっとデトックスできるわけですね。では、4つ目、食品選びの、デトックスです。これは何かと言いますと、こう今までこう気がつかなかった体にとってこう嬉しくないもの、まあ、イコール良くないもの、まあ、添加物であったり農薬であったりですね、こういったのをそのこう味覚がファスティングをするとこう鋭くなりますから、食べただけでですね分かるようになるんです。匂いもそうです。嗅覚、味覚が鋭くなりますから、今まで平気でとこう食べれていたような体にとってこう良くないものがこう自分で分かる力がこう身につくわけです。なので過去のそういった悪い食品選びのデトックスという意味でも、私はですねファスティングをこうどういい状態をこうキープするかということに関してもこの4番すごく大切だと思っております。では最後です。5つ目、すごく大事ですよね。マイナス感情のデトックスです。これはなぜかと言いますと、腸脳相関と言われるように、その腸の状態が良いと心の状態も良くなるというその、まあ、結果です。検証のね、まあ、結果が出てるわけなんですよね。ですから腸内環境が悪い方というのはうつ病になりやすかったりですとか、常にこう怒りっぽかったりイライラしたりってあるんですよ。で、実はなんでこんなにイライラしたりこう怒りっぽくなったりですねするのかっていう、その原因がそのあなたの心が悪いわけではなくて、実はあなたの腸内環境が悪かったということなんですよ。すごいですよね。では逆を返して言いますと、腸内環境がピッカピカでいつもクリーンでもうすがすがしい状態であれば、あなたの心も同じようになれるということです。で、実際私もそうなんですけれども、ファスティングをしている期間というのはですね、もう本当にこう満たされたこう幸せな気持ちにこう自然となるんですね。まあ、もちろんそのホルモンが出る関係もあるんですけれども、まあ、実にこの腸内環境の影響も受けているんだなというのを心から実感できると思います。ですからこういったマイナス感情からのデトックスをすることで、日々もうウキウキとですね楽しく過ごせるようにあなたもなっていただきたいなと願っております。さあ、いかがでしたでしょうか。今回はファスティングによるデトックス効果5つまとめてご紹介いたしました。また私はこのファスティングをその経験された方とこうお話しする中でですね、クライアントの方と、やはりその私にもできたというこの自己肯定感、
これが一番その方の自信につながっていかれているのだなと感じております。自己肯定感です。すごく重要です。さあ、またこのですねファスティングにご興味がおありの方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録後直接私までいつでも、ご相談ください。一つ一つ丁寧にお答えさせていただいております。またこのお話をですね繰り返し、ご覧いただいて、この動画を繰り返しですねご覧いただいて聞いていただいて思い出していただくことで、あなたとそして大切なご家族のためにお役立てください。最後にこのお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。